MLB、マーリンズ、ドジャース、日本時間18日、マイアミ。ドジャース、大谷翔平投手は17日、日本時間18日、敵地、マーリンズ戦に、1番、指名打者、で出場し、3回の第2打席で48号ツーランを放った。今季、48本塁打 &48 盗塁、48から48、を達成。 メジャー通算219号となり、韓国出身のチュシンス、チュシンス、を抜いてアジア出身者最多本塁打を更新した。実際の動画、被弾の投手は天青ぎ呆然、大谷翔平の打った瞬間革新48号。2023年ワールドベースボールクラシック、WBC で侍ジャパンを世界一へ導いたマイアミの地で、大谷が5試合ぶりの一発を放った。 4点を追う3回1死1塁で、打った瞬間にそれと分かる一発を玉石に叩き込んだ。打球速度105.3マイル、約169.5キロ、飛距離402フィート、約122.5メートル、角度32度の豪快弾に、敵地は騒然とした雰囲気に包まれた。記録ずくめの48号だ。2006年のデビッド・オルティスを抜き、 指名打者としてのシーズン最多本塁打を更新した。2004年のエイドリアン・ベルトレと並んで球団歴代2 2001年にショーン・グリーンが記録した49本に、あと1本に迫った。この日を含めて今季残り11試合、記録更新にまた一歩迫った。ワーリンズの本拠地ローンデポ・パークでは初本塁打。日本選手最多を更新する39条目のアーチで、 残りはシチズンズバンクパーク、フィリーズ、グレートアメリカンボールパーク、レッズ、となった。本塁打でなリーグ2位のマルセル・オズナガイア州、ブレーブスは37発。リーグをまたいだ2年連続キングへ、独走体制を築いている。打点は110、リリー・アダメ・スナイア州、ブルワーズを抜いてリーグトップになった。日本選手では単独2位。 2005年に松井秀喜氏、当時ヤンキースが記録した日本選手最多の116に迫っている。年間51から51ペース、空前の50から50へ、いよいよカウントダウンだ。